って、あ、女の子がいる。七福通りにやってきましたが、この人は？あの女性に声をかけてみるか。もしもし、暇ですか？お姉さん、今お暇ですか？何？ナンパ？うざいんだけど。まあそうなるわな。いきなり拒絶か。この先にいいお店があるんですか？はい、ナンパです。いやこの先にいいお店があるんですが。キャッチ？忙しいからほっといてよ。まあそう言わずに。え、あんたそんなんじゃ誰もキャッチできないわよ。ダメ出しされた。直してきたらダメか。もっと明るく言った方が良さそうだな。同じ人にできる？え、お兄さん、くどすぎ。やっぱりダメですか？アダムというホストクラブなんですけど。お、傾いてきたんちゃう？なんだかお兄、かわいそうに思えてきちゃった。同情された。ありがとう。ご案内します。あの人、いい人やったな。ありがとう。楽しんできて。え、じゃあ、あと二人。もう一回行ってくる。どうしよう。人がいない。お姉さん。あ、いた。お姉さん。暇？お暇ですか？東京の人は冷たいよ。冷たい？どうかされました？今日岩手から上京してきたばっかりやねんけど、道に迷って、雑誌で調べた。え、ホストクラブ探してんの？上京してきたばっかりの割に、目的がホストクラブなん？スターダストか、アダム来おへん？今日のためにせっかく貯金してきたんか。それなら天下一通りにありますよ。それよりいいホストクラブありますよ。あー、どうしよう。教えてあげた方がいいかな。それよりいいホストクラブ、アダムのことやろ。え、だけど岩手から来はったんやから、ちょっとスターダストもいいとこやからな。スターダスト天下一通りにあるで。うん、アダムというもっとおすすめのホストクラブもありますが。そっか。どうしてもダメですか？あ、ほんま、ありがとう。な、スターダストのゆうやくんとこに言っとくからさ、ありがとう。みんな優しい。あと一人。よっしゃ、あと一人、頑張ってゲットしよう。あ、そこにも女の子がいる。ん？でも、なんか学生っぽいぞ。いいのか？お姉さんお暇ですか？何？ホスト行く、あ、軽い。歳はいくつだ？ 16！ ダメ！じゃあダメだ。あ、あの人も女の人かな？うん。よし。お姉さんなんて嬉しい。あ、おばさん。あなたもしかしてホスト？はい。アダムで働いてます。お、聞いたことある？旦那と待ち合わせしたけど、もうどうでもよくなったわ。いいんか、それで。本当にいいですか？いいの。じゃあ送ってくれる？はい。ありがとうございます。旦那さん。かわいそう。よし、これくらいでいいだろう。よし、まあ3人一応集まったな。ちょっと最後、旦那さんがちょっと気がかりやけど。3人集まったと思うんですが、いかがでしょうか。よし、よくやった。あったー、ありがとうございます。いい経験になったか？はい。じゃあ、今日はこれで帰っていい？次のシフトは、あ、なんかね、携帯電話でシフトがかかってくるそうですね。おっ！ 3000 円か。一人につき1000円。やった！お疲れ様です。お疲れ様でした。
なるほど。これでまたうろついてたら電話かかってくるんやろうな。うん。じゃあ時間的にちょっとあれやけど、最後キャバクラ経営の方の女の子のナンパの方を劇場前広場でやって、ちょっと今回のパートは終わりにしたいと思います。劇場前広場来たけど、なんか喧嘩してるけど、ちょっと女の子を漁る、あ、もしもし、マリエッタで働けるかどうか聞いてみるか。ナンパじゃないねん。キャバクラで働いてみませんか。結構です。あ、はっきりしてますね、あ、この人もなかなか派手で、なんかぴったりな気が。そんなこと言ったら失礼かな。え、キャバクラの勧誘てか、実際こうやってさ、バイト集めたりするんかな。バイトっていうか、お、でも、あ、ちょっと乗ってる、乗ってきた。スタッフはみんないい人です。うんうん、そうやねん、大丈夫大丈夫、十分やっていけると思います。うん。あ、本当ですか。ランちゃん、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。ランが加わった。よっしゃ、マリエッタに飛ばされたな。え、一人だけでいいの？もうちょっといる？どう？まだ？お帰りなさい、キリオさん。うん、ランちゃんが入ったな。本人に連絡しシフトを組みます。はい。店の設定についてお話があります。はい。店の設定、事務室一緒や。あ、お、こっちではうちの方が立場上やねんな。片方のホストでは一番下っ端、こっちではオーナー。え、でも4人だけで営業できる？店の設定をしていただきます。はい、バックルームに来てください。メニューを設定か。へえ、料金の設定、メニューの設定、インテリアの購入。はあ、面接することも可能。はい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 。目指していただきたいと思います。へえ、店の改築。ちょっと面白そう、これ。経営ゲームや。インテリア購入や改築は店の資金で支払えますので、ご心配なく。ああ、うちのお金じゃなくていいんか。じゃあちょっとやってみよう。でも最初やからお金も少ないやろうしな。大したことできなさそう。どうなんやろ。てか、こんなことやってたらいつまで経っても、メインストーリー、200万、進められへん。はい、わかった。店の設定をしたら売り上げを集計します。売り上げが良ければ資本金に加算されます。はい、気を引き締めていきましょう。じゃあどうしようかな。状況は、ちなつちゃんがナンバーワンで、まずまず、セット料金かなり高め。メニュー、極上メニュー。そんなことしてるからあかんのじゃん。まだまだ。うん、結構やる気を出してくれてますね。そっか。売り上げに影響すると。料金設定は、今一番高くなってるから、平均的。平均的でいこう、まず。うん。はい。で、メニュー設定は、VIP 向けの極上メニューじゃなくって、満足度はそこそこ、コストもそんなにかからない。まあ、万人向けでいいんじゃないかな。最初やし。で、インテリア購入、インテリア入れ替え。ちょっとこの辺時間かかりそうなんで、ちょっと細々とやっていきたいと思いますね。よし、照明を
と、壁紙だけ変えてみました。これだけでだいぶまだちょっと統一感が出たかな。黒とちょっと黒で はい、よし。じゃあ最後面談。まずさっきちょっと呼び込んだランちゃんと喋ってみるか。なんか喋ることでなんか、おはようございます。近況、最近調子はどうだ。私本当にこの仕事向いてます。あー言ってたな、入る時も。よくなると思います。差し入れ、あ、そういうこと組長のバットとかいる下着とかあるけど、いやいやいや、そういうことができるんか。なるほどね。叱る、褒める、ボーナス、褒める。最近少し綺麗になったな。お、そうですか。いまいちだったなあ、なるほどね。褒めるか説教するしかできないのか。なるほどね。いいよ、頑張ってね。ああ、そういうことね。じゃあ一番ナンバーワンのちなすちゃんを呼んでみる。読んで褒めてみようか。おはようございます。おはようございます。近況を聞いてみて、最近調子はどう。あまりうまくいってません。そんなこと言うの。ちょっとお客さんが少ないかな。不満を解消していけばいいと思います。まあ、ちょっとな、高すぎる面があったかもしれへんから下げてみてんけどさ、叱る、叱り方によるねんけど、そんな落ち込んでんじゃないよみたいな、大丈夫やってっていう持ち上げていく説教の仕方なのか、罵倒しちゃうのか。褒める、ちょっと怖いから褒めとこお、頑張ってくれ。あ、上がった上がった。よしよし、オーナーに褒められると嬉しいです。よかった、うまく伝わったようだ。なるほどね、そうやっていくんか。いいよ、よし。おお、ちなつちゃんめっちゃ上がった。じゃあみほちゃんが今ランちゃんより少ないやん。どうかしたんかな。おはようございます。おはようございます。どう、全然良くないです。あー、この子もか。こんなもんなの。頑張るわ。説教をする、褒める、ボーナスを与える、終わる。向いてないのかなって思ってる子に説教しちゃって大丈夫なんかな。ちょっとみほちゃん叱ってみるか。ごめん、説教してみるか。わー、その言い方か、その言い方か。ちょっとまずいんちゃうか。暇があったら営業メールでもしたらどうだ。あー、ほらー、キリュウちゃん、やっぱり。ごめんな、キリュウちゃんのせいじゃないな、うちのせいやな。ごめん。そっかー、差し入れしてもなー、こんなもんしかないしなー。みほちゃんごめん。ボーナスあげる。ごめんね。10万円あげる。はい、飴とムチだごめんな、さっき怒ってはい、じゃあおしまい。いいよ、グイグイ上がるな、10万円で。じゃあランちゃんが一番下になっちゃったけど、はい、リカちゃん、結局全員知ってるわ、全員面談やってる。おはようございます。おはようございます。近況はいかがでしょうか。空回りか。そっかそっか、でも頑張ってるねんな。お店の設定がまだ悪いかも。
万人向けてもダメ？まあ最近頑張ってるみたいだね。お、綺麗になったんじゃないか。お、そう？まあ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 、いいわいいわ。ごめん、差し入れするもんもないからちょっとおしまい、早いけど。いいよ、頑張ってね。よし、じゃあ、とりあえずひとまずこれで終わってみようか。はい、任せた。え、これって変化はすぐわかるんかな。お疲れ様です。お、営業開始です。お、な出たけど、う、あ、お客さん入ってる。え、でも飾ればいいのに、カーペット変えたらいいのに。椅子座り心地悪い。あー、そういうこと、そういうことか。はい、そうです。私は昔違う店でオーナーやってたものなんだが、ああ、そうそう、あったあった。へえ。ああ、こうやって、インテリアにケチつけてくんねんな。女の子に対してじゃなくって、こんなキャバクラあるん？一番大切な女の子じゃないの。みんなテーブルとか座り心地とかに夢中や。店の売り上げ、みんな文句言ってるけど。あ、このまま放置しとくが、これも一緒で連絡が多分入るんかな？そんな気がするな。うん。あ、この店にセーブポイントあったよな。じゃあ、今回はちょっとここでおしまいにしたいと思います。はい。ではでは、ちょっとね、メインストーリーの方が進んでませんが、まぁ、ちょっとこれ、このね、二つのサブイベントも時間がかかるようなので、どうやら、次は、ちょっとサイの河原に向かったり、いや、セレナに行くのが先かな？まぁ、ちょっとその辺をね、進めていきたいと思います。はい、ではここまで見てくださってありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。またねー。バイバーイ。